おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？なんか寒くなりましたね。今時の挨拶としてはちょっと不思議な挨拶ですけれども、寒いなと思います。それで、最近メモを取るときにね、漢字がとっさに出てこないというのがありますね。しかも字がこう乱暴なので、後で何を書いたのか読めないということが結構頻発していてですね、参ったなーっていうことがあるんですよね。昔から字は丁寧に書くようにという、まあ、書道の先生から教えられていたわけですけど、その戒めを守らず、漢字はたくさん何度も書いて練習するようにという国語の先生の、まあその教えも無視して、なかなか万年筆とノートがうまく連動しない。万年筆はインク詰まりがあり、ノートは数ページの書き殴り文があるだけで、なんか終わりまでノート全部使ってないという、まあそんなノートが結構いっぱいあるんですよね。まあでもなんか昭和生まれの私はなんとなくノートに書き込むということの方が iPhone のメモに書き込むよりもなんかはっきり記憶に残るような気がするんですよね。皆さんどうですか？今なんかこうメモ書きとか日記帳とかつけてらっしゃいます？先日私の誕生日に私は父からはがきをもらったんですけれども、万年筆で書かれていたその筆跡は、まあ、年相応というとちょっとあれですが、語弊がありますけれど、非常にこう枯れていて、わびさびを感じる、まあ、いわばこう、日本のはがき文といいますかね。なんかそんな感じがしたんですよね。まあ、字を忘れてしまう前に、しかも、出す相手がいる、読んでくれる相手がいるといううちに、まあ、ネットでもノートでも、とにかく書き込みたいと、思っているんですけれども、まあ、できることならちょっとやっぱ肉筆で書くというかね、そういうこともできたらいいなと思うんですけれども、なんかね、もうちょっと字が上手い下手というよりも、もうちょっとスラスラ書けないもんかなというのが私の心配事なんですけどね。まあそんなことよりも内容が問題だということなんだと思いますけどね。でも、紙にこうペン書きで書いていくと、なんかどういうわけか文章が立体的になってくるというか、なんかそんな感じがするんですけどね。皆さんペン使ってらっしゃいますか？鉛筆とか万年筆とかボールペンとか、そしてノートに書き込んだりすることがあるでしょうかね。なんかこう、そういう意味できちんと日記をつけ続けているとか、きちんと物を書ける人ってすごいなって思うんですよね。まあちょっとこう、深呼吸をしながらもう一回、こう、机に向かって、ちょっと文章を書いてみようかなと思っている今日この頃です。と言いながらなかなかね、書かないところに問題があるんですけれども、しかし書かなきゃなと思って、ノートとペンはいつも持参して用意してるんですけどね。今日も良い一日になりますように。寒いですからぜひ健康に気をつけてください。それではまた。祈り合おう。御子
葉により我らは進む。